はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？明けましておめでとうございます。2019年となりました。1月1日、ね、元日の日をどう過ごされたでしょうか？当店は静かに一日進んでまいりました。あ、おせちを食べてね、ちょっとドローン飛ばしに行ったり、犬の散歩したり、あと何したっけ、あ、年賀状ですよね。まあまあそんなことはいいですが、9年中はご愛顧ありがとうございました。本年も相変わらずのご愛顧をよろしくお願いいたします。はい、ということで今日のお題に入っていきたいと思いますが、2019年になりまして何が変わったかね、皆さんいろいろ感じるところはあると思いますが、当店で一番のね、おーっていうニュースはこちらでございます。ウィルソンさん、ローリングスさん、まあメジャーブランドですね。説明しておくと、まあ日本ではそれほどでもないですが、メジャーリーガーの使用率でいうと 50% の選手がローリングスのグラブ、30% の選手がウィルソンのグラブを使用しているという調査結果が出ておりますが、当店ではこちらの方ね、メジャーブランドをしているわけですね。うん、まあ麻生さんの話とか聞くと、実売市場ではね、ウィルソンがリードしてるんじゃないかななんてね、雰囲気もお話しいただいたんですけれども、この2つのブランド、日本の展開、オーダーがガラッと変わるということで、今日はそのお話をしていきたいと思いますね。新しいカタログ、年末にもですね、ライブ等では紹介しましたが、まずはオーダーについて今日のお話ですね。じゃじゃーん、まとめておきましたね。気になるところ、気になる方はチェックください。2019オーダーグラブローリングスウィルソンでございますね。年末までで両方ともですね、2018年までのオーダーシステムは終了でございます。新システムが開始されます。開始時期はローリングスさんもウィルソンさんも2019年1月、もうね、1月入りましたんで、新しいシステムでオーダーができるというふうなことになりますね。でちょっと気になるところは、シミュレーションですけれども、新しいオーダーシステムに伴うシミュレーションはちょっとローリングスさんね、間に合っておりませんで、予定では2月からしかできませんよということなんですね。ですのでこの間はこちらのね、カタログを見ながら紙に記入してね、昔ながらの発注をするということになりますが、2月からスタートでございます。ウィルソンさんはちょっと早かったですね。2019年1月7日からね、もう可能であるということになっておりますね。当店は1月4日から初売りでございます。またよろしくお願いします。で、内容なんですが、これからちょっと騒ぎはお話ししますが、カタログは、オーダーカタログは、総合カタログじゃない、オーダーカタログね、各社サイトより閲覧できますよ。あ、ウィルソンは総合カタログ見れたかな。うん、 PDF 等で見ることができますので、詳細見たい方はウィルソンさん、あるいはローリングスさんのサイトで確認をください。石原スポーツ調べでございます。なるべく情報を集めたんですけども、またね、不確定な情報もあるかもしれません。はい、ということで、どう変わっていくのかっていうお話をね、まずローリングスさんからしていきましょうか。今回ローリングスさんは RGGC 店の展開、まあうちとかね、全国で70、80店舗ぐらいかなに絞って、公式グラブを販売していくということで、中身ガラッと変わっております。ですので、おおよその柱をお話ししていきますが、まず一番最初に来ますシリーズはこちらですね。はい、HOH ジャパンスペシャルオーダー、日本製の公式オーダーを一番に押しておられます。でこれが一番最初に来まして、この基本スタイルも、新しいスタイルに今までとは違った風に変わっております。で次に来るのが
いつもの、プロプリファード HOH スペシャルオーダーなんですが、こちらもですね、一部キップレザーの中身が変わったり、それから、グラブのスタイルも大きく構成が変化しております。それからですね、これも大きな点ですけれども、今まではジュニアがあったんですが、ジュニアなくなってソフトボールの専用のページができております。ローリングさん、日本でもソフトボールはね、割と強いっていうことで評価いただいてるんで、そういう関係かと思いますが、それから当店で一番多いパターンですけど、 MLB プレイヤーズは一つ一番最後にまとまっております。これはこれでオーダーできるということで、ただし MLB プレイヤーズの分についてはですね、選手が入れ替わっております。それから大きな点は、選択肢がどこだったっけ、こういう形で限定されるということですね。せっかく MLB オーダーで作るんだから、例えばブランデン・クローフォードのダブルポストのね、本当はウェブなのに、シングルポストつけるよとかね、いうのができなくなりますね。はい。そういった大きな展開構成の違いがございますので、気になる方は先ほど言いましたローリングスさんのサイトでご確認くださいね。はい。それからウィルソンさんですね。こちらの方も力が入っております。ちょっとね、ラベルの方は向こうのオーバルウィルソンのラベルはつかないんですけど、内容については向こうのメジャーリーガーのね、スタイルに近づけております。メジャーリーガーのスタイルの選択ができます。こちらがオーダーのページスタートなんですけど、まずはデュアルですね。ここが一番ね、力入ってると思います。デュアルの中で、特筆すべきはメジャーリーガーのスタイルが選択できるということ。先ほど言いましたけどね、クレイトン・カーショーさん、ホセ・アルトゥーベさん、ロビンソン・カノーさん、こういった選手のモデルがさながらにですね、再現できるというのが一つの大きな特徴ではないでしょうか。はい。それからですね、その他は、通常のね、今までのウィルソンスタッフですね。こちらは国内で、日本国内で定評のある、グラブ型を周到しております。この中で、この中で、ウィルソンクイーンもね、ウィルソンスタッフ、ウィルソンクイーン、ソフトボールも入っておりますね。はい。そんなにね、そうですね、ウィルソンさんの方は大きな構成の違いはありませんが、さっき言ったメジャーリーガー型が展開始まりましたよというふうなところがニュースではないでしょうか。だいたいこんなとこかな。どうでしょうね。今便利になりまして、スマホの方でちょっとこれね、中身確認できるので、オーダーされたことある方は、これこうだったな、ああだったなってなりますけど、今年初めてオーダーする人は、こんなもんかなっていうね。はい。で、ウィルソンさんは、若干値段が変わっている商品、オプションがございますし、それからローリングスさんは、3、4000円、ちょっと全体に底上げ値段が上がっておるというふうな次第でございますね。はい。で、先ほど言いました RGGC 店ですが、公式グラブ、ローリングスの公式グラブを買おうと思うと、その店舗でしか買えませんということで、軟式は今まで通り全国の展開でございます。言い忘れたことないかな。そうですね、ローリングスさんはこの日本製のものを大きく今回は後押ししているというふうに、押し出しているというふうなね、展開が特徴ではないでしょうか。ちょっとうまくね、説明伝わったかどうか分かりませんが、先ほど言いましたように、カタログ上で、確認していただいて、で展開はね、1月からということですから、
シミュレーションを待って注文するもよし、すぐ注文するもよしというところではございますが、ウィルソンさんはもう7日からということですね。当店は4日から初売りでございます。いいかな。1月1日の一発目の放送でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、興味のある方限られると思いますが、ちょっとニッチなチャンネルですからね、楽しんでいただけたら幸いかと思います。それでは皆さん、さようなら。はい、補足でございます。特にね、ウィルソンさんの方を、カタログね、サイトで見れるって言ったんですけど、まあ、その中で特に特筆すべきは、こちらですね。ちょっと写真出しておきますけどね。はい、わかります。D5 型っていうのが、ホセ・アルトゥーベモデルになりますよ。それから DO 型っていうのがロビンソン・カノーさんのモデルに相当しますよ。 DP 型っていうのがクレイトン・カーショーモデルに相当しますよということで、メジャー型が大きく入ってきております。まあ、スーパースターね、アルトゥーベさん、カーショーさんのほかカノーさんですけれども、この中でも特に DO 型というのが、国内では DO ですけれども、メジャーリーガーの内野手に一番使用されていると言われている型、1786に相当します。 DO 型が1786でございます。当店にも DO 型の見本を展示しておりますので、ぜひ興味のある方はおっしゃってください。お見せすることができますね。今回ね、3型だけでもメジャー型が展開されるということで、大きな進歩ではないかというふうに我々ウィルサーは感じているわけでございます。まあ、これからの展開にも期待していきたいと思います。